コンテナハウスの第2回目ということで、今日は、床張りをしていこうと思います。でいろんな順序があると思うんですけど、まあ、他にも塗装したりだとか、窓を開けたりとかいろんなことをやりたいんですけど、とりあえず、できるところからもうどんどんやっていこうということで、ちょっと、床張りの方を先にしようと思います。じゃあ小川君のチャリ紹介。お気に入りのチャリです。小川号50年乗れるらしいです。へえ。昔の新聞配達員とかが使ってたような業務用のやつです。高いやんな。高かったですね。でも結構安くしてもらいました。いくらぐらいで買ったの？2万ぐらいです。安っ。ほんまは何十万とかするんですよね。いいね、この無骨なデザイン。ちょっとベル鳴らしてみようか。ベルがね、鳴るかな。ちょっと壊れてるんですよ今。可愛らしい。でもこのビロードっぽい感じの素材めっちゃいいやん。ほんでこのスタンドな。あとブレーキが鉄なんですよ。ワイヤーが。ワイヤー。へえ。だから切れない。いや、なんかその無骨な感じがコンテナと合うわ。あ、なるほど。うん。はい、さてさて、前回はここの、合板が張られていたところをむき出しにしましたよと。一部ちょっとまだ残ってるんですけど、とりあえず中の、構造っていうのがなんとなく見えました。で今日はこの床ですね。床元から、木が張ってあるんですけど、ちょっと、少しまあなんて言うんでしょう、傷んでいるというか、汚らしくなっているので、ここにフローリングを張っていこうという感じです。 OK？ はい、はい。これはメープル、違う、ビーチ、バ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 ーチ、カバですね。白っぽい木で、すごい綺麗です。で、まあちょっと実際にその中に置いてみましょうか、はい、イメージとして。ちょっと外の光だとわからなかったと思うんですけど、まあこんな感じで、今ある床と変わってだいぶまあ清潔感ある、綺麗なものになります。一応ウレタンが塗ってあるんですけど、ここを入ってもらう方にはもう基本土足で入ってもらおうかなと。で、まあ、ウレタン その強度とかもいろいろ使いながらちょっとチェックして、今後に活かしたいと思っているというところです。はい。このバーチって1枚いくらだったっけ？あれ1個で1000円くらいしましたっけ？そうそう、ちょっと知り合いの合板屋さんがですね、これを譲ってくれて、はい、1枚100円。そうそう、そんな形でフローリング材って結構高いイメージがありますけど、いろんな、まあ、そういうニーズがあったり、ピタッと合えば、安く手に入ることもあります。まあ、一般の方にはちょっとなかなか難しいかもしれないんですけれども、知り合いとかでそういう方がいたら、ちょっと聞いてみるっていうのもありかもしれません。はい、それではですね、始めていきたいと思うんですけど、こういう、内装や店舗とかの設営に関しては小川くんの方が詳しいと思うので、ちょっといろいろ僕も学びながら、聞いてみようかなと思います。この向きで貼っていくんですけども、はいはいはい、向こう側から、向こう側から順番に貼っていきます。このこっち側の壁からこっち側の入り口になるところまで貼っていくと。はい、はい、で、いろんなまあフローリングの貼り方が、あるということで、聞いているんですけど、今日は、奥からもう順番に貼っていくやり方でいくと。はい、そうですね。はい、その理由としては、その理由としてはですね、もう一つの貼り方としては、はい、真ん中からセンターから合わせていくっていうやり方があるんですけど、はい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 、それは、その貼る場所がちゃんと直角が出てるかっていうのが定かじゃないので、なるほどです。真ん中から広げていった方が綺麗に貼れるということなんですけど、はいはいはい、そんなに幅広いものではないので、はい、まあコンテナだからね。そうですね、はい、なのでもう端っこから貼っていこうかなと思います。なるほど、はいはい。まあスパンが短い分そんなにまあ狂いも少ないだろうと。そうですね、まあ、そもそもが規格の、箱なので、もうこのまま行こうかなと、はい、できたらもうコンテナハウスこれ自体ももうどんどんなんかその正しいやり方とかじゃなく、なんかもう手を抜けるところは抜いてガンガンちょっと1回目を作ってみたいなと思ってます。はい、はい、じゃあまずは1回並べて算段してみましょう。何枚、1列に必要なのかと。はい、はい、今1枚目、2枚目、3枚目、4枚目を
入れると半分ぐらいちょうど飛び出る形。ちょっといろいろ計算してこの幅がだいたい1800ぐらいだったかな。1800で、このバーチフローリングの幅がだいたい15センチぐらいです。はい、はい、で一応まあ購入したもので足りるので実質、あれが8枚ぐらいあ8枚もいらないのか、まあ、いいや、実質まあちょっと足りるような形になりますね。まず何から準備しましょう。必要なもの、必要なもの、はい、フローリング、フローリング、はい、と、ボンド、ボンドと、コンプレッサー、コンプレッサー、はい、フィニッシュ、フィニッシュ、はい、あのパスンパスンってやつよね。そうですね、はい、まあ釘とかでも釘、はいはいはい、了解です。じゃあコンプレッサーを使うってことは電源がいる、電気がいります、電気がいる、はいはいはい、はい、ドラムが今引かれてきました。この横の部分、コンテナのヘリですね、ここの部分はこの跳ねて落とす、落とします、落とす、はい、めんどくさいな落とさないとどうなる、落とさないでいって、最後はばぎとかで隠すっていうのもありかと思うんですけど、うんうん、そうですね、最初の1枚目が結構大事になってきますので、はあはあはあ、このサネに、まあ後で詳しく説明するんですけど、このサネにフィニッシュを打っていくんですね、はいはい、でそれだけじゃなく、はいはい、幅木で隠れるところも打ちたいんですよ、はいはい、幅木で隠れるところ、ああ、ね、なるほど、その分がちょっと、まあ、狭くなるかなっていうぐらいなんですけど、はい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 、なるほどね、どちらでも、そうかそうか、一番初め幅木で隠すとしてもそこにも一応サネを打ち、フィニッシュを打ちたいと、はい、これがちなみに、そのフローリングの構造ですね。この部分がサネのメスとサネのオスの部分です。これを噛み合わせていくということですね。はい。はい、OK です。今、あそこにコンテナが見えていて、ここがアルブルの教室です。こんなに近いので、パネル層でカットしていこうということで。パネル層の今メモリを合わせている、はい、はい、でちなみにサネはどっちを切り落としますか。こっち側を切り落とします。オスの方、オスの方を切り落とします。はい、貼っていく方はじゃあオスの方を、先頭にどんどん貼っていくと、そうですいうことですね。はい、はい、OK です。でこういう形ですね。ちなみにその理由としては、その理由としては、こっち側からこう貼ってしまうと、はい、打てない感じです。フィニッシュがこの角に打てないということ、はい、ここに打ってしまうと次が入らない、ね、次が入らない、はい、なるほど、 OK。 せっかくだから最後の一枚丸のこでいこうか、はい、めんどくさーって顔したのでは丸のこ定規の作り方を教えてください。はい、お願いします。はい、この板とこの板を両面テープか何かしらでくっつけます。はい、はい、その板は何でも大丈夫。どの板ですか。その貼り合わせる板は、あ、何でも大丈夫です。何でも大丈夫、はい、はい、その貼り合わせるのも適当で大丈夫。こっち側ぴったりに合わせた方がいいですね。はいはい、はい、しっかりつけて、はい、こんな感じでございます。なるほど、今こっちから見るとこんな風に板が貼り合わさっていると。はい、はい、じゃあこの後の工程は、はい、この後ですね、このラインに合わせて丸ノコでカットします。はい、なるほど、はい、切り落とす部分を、テーブルの端にはみ出させてクランプをしたと。はい、これをなかなか外でやるというのは大変なので、こういうものを一応作って持っておくといいということですね。そうですね、はい、
あれのこのモーター部分が、このクランプに干渉するから、はい、なるほど、了解。はい、はい、まずです。はい、はい、いきます。これでジグの完成です。なるほど、どういう構造ですか。もう一回丸のこを当てて説明してください。はい、一回こう当てて、はい、切りました今、はい、切りましたので、はい、これ以上もうベニヤは切れないです。なるほど、壁に当たってる、壁に当たってるので、はい、はいはい、なのでここに何か材料を、はい、当てたら、はい、そのこのベニヤのこっち側が全部切れるという構造になっています。はい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 、なるほど、はい、じゃあ、なるほど、このガイドの端から刃の距離を測ってジグを作るんじゃなくて、はい、もう貼り合わせたものを直接切った方が合理的という、はい、ことですね。はい、はい、了解です。はい、じゃあジグの使い方をちょっと説明してください。はい、今切ったこのラインをですね、はい、さっき引いた墨線に合わせます。合わせる、なるほど、はい、はい、で、どっち側も合わせて、はい、でクランプすると。なるほど、この板を、はいはいはい、じゃあこのディテール部分がカットできますよと。なるほど、そこにちょうど刃が通ると。そうですね、どうしよう。はい、今三木の上に乗っけて、丸のこの刃が傷まないようにボトムアップしたと。はい、はい、じゃあクランプもしづらそうやね。そんなことない。そうですね、両面テープで貼っつけちゃおうか。ここはでもできない、どうしてもな。はい、両面テープ、両面テープで、はい、貼ります、はい、これも TPO によって、両面テープで貼り合わせたり、もしくはクランプで留めたりということがあります。例えば材料の幅が広いときにはこうポンと置いたときに切るときに、丸ノコが干渉しないんですけど、こう材料が細い場合っていうのは両面テープで貼り付けたりして安定した方が、切りやすいと思います。天気がいいですね。天気いいね、暑いね。コンテナの中はもっと暑いよな。じゃあバトンタッチで辻が切ります。この墨線に合ってる、うん、はい、もうほぼほぼほぼサネのところやね。そうですね、はいはい、ピタッと合わせて両面テープをしっかり押し付ける。両面テープは結構上からグッと押さないと強力なものでなかなかついてくれません。木の粉とかがついているとなおさらですね。はい、じゃあまあ三木そのまま切ってしまってもいいんですけど、ちょっと一応きれいにしておきたいので、はみ出させてやります。まずじゃあ安全な使い方です。よくこれこうロックするとやりやすくはなるんですけど、まあ、どうしてもそのキックバックとかで、材料の刃がむき出しになっていると危ないので、ここはできるだけ、もう何も挟まない状態で使ってください。はい、で、まあ、構造なんですけど、こういうふうに刃がこっち側ですね、時計回りの方向に向いていきます。これが逆方向だとタイヤみたいに転がってしまうということで、抵抗を加えながら切っていくというのが丸のこの、構造になってますね。まあ、詳しいことはまたちょっと後で説明するとして、まずは切っていきましょう。はい、じゃあちょっと軽く回してみます。はい、こういう形で回りますね。はい、それでは丸ノコは絶対この後ろに立たないようにしてください。必ずこの横から、必ず切っていくというのを大事にしてください。はい、じゃあ実際いきます。はい、いいかな。はい、どうぞ。はい、いきます。今ここで1回止めました。本当はそのままずっと行ってもらうのがいいんですけど、ちょっと体勢が悪くなったら1回止めるのをおすすめします。で、その時に、次2回目切り始める時っていうのはこの状態から刃をつけた状態から絶対に回さないでください。初めの初期駆動で、そのエネルギーが伝わって後ろにボンと飛んできます。必ず丸ノコは2回目切る時、もしくは初めから切る時っていうのは刃を離した状態から切ります。1
番初めまで戻さなくていいんですけれども、抵抗がない状態にしてあげてから切ってあげてください。はい、じゃあ丸のこの刃を後ろに下げました。じゃあこれからまた2回目切っていきます。後ろには必ず立たないようにしてください。ではいきます。はい、これで全部切れました。ちょっと一応合わせてチェックしてみましょう。はい、完璧ですね。はい、こういうふうに、安定した長いものを切るときに安定させたいときっていうのはこういうジグがあると、すごいやりやすくなると思います。で、丸ノコに付属の、こうレールというかガイドもあるんですけど、こういう長いものを切るときはどちらかというとこっちの方が正確に切れます。はい、じゃあ実際にこれ並べていきましょう。はい、はい、前のこのくれた人が残していたエアコンがつくかどうかやってみましょうか。あ、でも閉まりましたよ。閉まった。っていうことはつくってこと？ここにちょっと段差があるのでどうしようかな。段差。あ、なるほど。ここだけ板残ってるじゃない。はい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 。ここだけ板が残ってるから邪魔くさいなと。なるほど。これはまあこのエアコンのせいで取っておいてあるような感じかな。で、まあ、前から合わせていくと、はい、多分ここが段差になってしまう。段差になる。はい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 。こっちから合わせていくとこの板分を開けるのが難しいな。なるほど。さあどうしようかな。この板半分ぐらいもう取っちゃう。取っちゃいますね。え、はい、前のやり方で。はいはい、めんどくさいけど、はい、こういう感じで、現場ではいろんな、その時その時で問題が出てくるので、予想以上に時間がかかります。今から手伝ってくれるんですか？え、なんで